虎と呼ばれ、孫家を支えた親父が上陽で死んだ後、その志を継いだ俺たちは敵地を抜け出る機を伺った。押し寄せる敵兵と血にまみれる味方を背に、ようやく俺たちは船にたどり着き、遠く離れた腹心のもとにも救いを求めた。まだ傷も癒えぬ俺たちの首を数多の難敵が狙っていた。父上の死をきっかけに国元は無法地帯になるやもしれません。今は考えてもしょうがねえ。親父を連れ帰るのが先決だ。追ってきやがったか。しかし見慣れぬ軍勢のようですが。たちを救出せよ。ほう、ありがたい。天はまだ私を見捨てていないようだ。私は孫策の義弟、周瑜。あざ名は黄巾と申します。白府気球の方を受けて駆けつけたのですが、どうやら予断を許さぬ様相。五郎館での貴殿のご活躍、孫権様や白府から伝え聞いております。どうかお力添えを。支えしましょう。注意を。火矢を浴びれば痛手は免れません。ここは身をさらさぬよう慎重に参りましょう。
ましたね。これでヒアの憂いはありません。さあ先を急ぎましょう。の通り、水族の本船は網にかかりました。入り乱れた両軍の船も格好の足場。あとは奴らを駆逐するのみです。さあ、仕上げと参りましょう。提灯ぶりが目に見えるようです。
えねば就労の流すたる。その装備は貴殿がつけてこそ。無事だろうか。孫権様なき今、白府は偉大な父の死を乗り越え継がねばならぬ立場だ。さあ、主君が暴れうまでは孫家の船も波打ち、容易に傾きましょう。しかしその豪胆さには孫権様をもしのぐ大気の片鱗も伺えます。せめて聞く耳を持っていれば。叱咤に応えねば就労の流すたる。用心に越したことはないかと。
近辺に何かあるはずです。助けとなるでしょう。ご用心。いたしました。水族の本線のようですね。装備は貴殿がつけてこそ。
ところで晩作尽きるとは。その叱咤に応えねば終老の名が廃る。かたじけない。二度と不覚は取りませぬ。
地を失い、父を忍びに窮しています。ここを逃れた後には早急に足場を固め立て直さねば。何も果たせていないというのに。前線虚しく破れるか。何も果たせていないというのに。このようなところで万策尽きるとは。敵の兵法恥ではありません。
でみせましょう。私をここまで追い込むとは大したものです。また何も果たせていないというのに。注いでみせましょう。このようなところで晩酌尽きるとは。もはやこれまで。かたじけない。二度と不覚は取りません。天よ、私に死ねというのか。無理をせずお下がりください。前線虚しく破れるか。引くことになると。
たい奴がまだいたか。観音様には近づかせんぞ。仕事なんでな、せめて死に花を咲かせてやろう。悪あがきはやめな。苦しむぞ。父に踏み入っております。その尻尾
戦虚しく破れるか。このシーン、そのざまお似合いだぜ。面白い。死の果てまで潰し合うか。このようなところで晩作尽きるとは。かたじけない。二度と不覚は取りません。この周囲汚名を注いでみせましょう。になるとは。悪あがきはやめな。苦しむぞ。注いで見せましょう。
何も果たせていないというのに。面白い。死の果てまで潰し合うか。この周囲おめえを注いでみせましょう。私に死ねというのか。もはや敵は風前の灯し。どうか無理をせずお下がりください。そのざまお似合いだぜ。私をここまで追い込むと大したものです。前線虚しく破れるか。かたじけない。二度と不覚は取りません。私をここまで追い込むと大したものです。前線虚しく破れるか。この周囲おめえを注いでみせましょう。終点やせ。死ねというのか。その叱咤に応えねば終老の名が廃る。かたじけない。二度と不覚は取りません。残念、時間切れだな。コウキ、手を貸せ。ハック、ご無事で。やつを追うぞ。ここはお控えください。コウキ、お前はいつもそうやって。いや、すまん。救援がなければ危ないところだった。お前にもまた世話かけちまったな。まずは礼を言わねえと。ただな、親父を失った俺たちはあの観念とやらと同じ寝なし草だ。早いとこ居場所を見つけねえと。兄上。先ほど炎術殿からの使者が参りました。渡りに船とはこのこと。新しい居場所が見つかりそうだぜ、ゴーキン。